皆さん、こんにちは。しょうまりです。今回紹介するトミカは、ナンバー114番、自衛隊、軽装甲機動車です。スケールは66分の1で、アクションとキミックはサスペンションとサイドは開閉になります。で、ここに、協力陸上自衛隊と書かれています。でボディカラーは、緑ですかね。 メインドインベトラム、ベトラム製になります。JSDFLAV と英語で書かれています。でスケールは66分の1で、ナンバーは114番ですねで。2006年製のトミカになります。でトミー、トミカという文字も書かれていますね。 タイヤも充実に再現されていますね。このギザギザの部分もリアルですよね。 で前はこんな感じになっています。 サスペンションもいいですね。 ハンドルが見えますで後ろはこんな感じですブレーキランプは塗ってるんですね。 アクションとキミックはサスペンションとサスペンションがすごくいいです左右ドア開閉になりますで内装はこんな感じになっています 忠実に再現されてますねハンドルもしっかり作られていますねでボディカラーは先ほど言いましたが えっと、緑と言ったんですが、まあ緑のちょっと深めの色ですかね。深緑に近い色をしています。で、車体はすごく力強い感じで、ずっしりしてる感じですね。で、ボディには、まあ、艶はないですね。全部艶消しになってます。 すごくいいです。グー。で、走りはこんな感じです。 以上で紹介を終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。さよなら。